昭和61年度の全国高校サッカー選手権大会の県大会決勝戦、県営サッカー場からこれから中継でご覧いただきます。この決勝戦には前橋育英高校、そして藤岡高校が出場してまいりました。ともに初の全国大会を目指すということであります。さて、今日の県営サッカー場は大変に風が強く、午後1時半現在天候は曇り、北の風が 5.9 メートル、気温は 10.5 度と大変肌寒くなっています。その中でこれから全国大会出場をかけました高校サッカー選手権大会県大会の決勝戦が藤岡高校と前橋育英高校の間で争われます。さて、この試合ですが、解説は県サッカー協会副理事長の風良博さん、そしてゲストには慶応大学サッカー部監督と会えて申し上げておきましょう、藤口道信さん。実は藤口さんは群馬県春日村の出身でありまして、新島学園に進みまして、その後慶応大学、そして三菱電工で大活躍いたしまして、現在は母校の慶応大学に戻って、監督を務めているということです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、それではお二人にお話を伺う前に、この前橋育英高校、藤岡高校がこの県大会どのような勝ち上がり方をしてきたか、それをご紹介しておこうと思います。まず藤岡高校でありますが、1回戦富岡高校をこれを1対0で破りました。そして準々決勝、中央高校を3対2、そして準決勝では前橋商業を0対0から PK 戦に持ち込みまして、7対6で勝ちました。これは10人出場してくるというふうな凄ましい PK 戦でありまして、前橋商業の4連覇をこの準決勝で藤岡高校が阻んだわけであります。一方、前橋育英高校は1回戦桐生高校に3対0、そして準々決勝前高戦、これは3対3の PK 戦になりました。 PK 戦の結果3対2で勝ちまして準決勝進出、前橋高校を4対1で破りまして、この決勝戦進出であります。前橋育英高校は2年連続の決勝戦進出、一方の藤岡高校は実に27年ぶりの決勝戦進出ということになります。さて、風良さんですね、藤岡高校、そして前橋育英高校とこういう顔合わせになりました。この顔合わせというのは当初どうでしたか？ちょっと予想はしてなかったですね。当然、前橋商業と前橋育英高校での決勝戦になるのではないかと思われたんですね。それに藤岡高校が尻上がりに若いチームで調子を上げてきたというんですかね、それで準決勝での番狂わせがあったんじゃないかなという気がします。なるほどね、はい。さて、藤口さんですね、はい、群馬県の高校サッカーはしばらく見るんじゃないかと思うんですがね。そうですね、はい、母校の新島学園がですね、早く敗れ去ってしまいまして大変残念なんですが、かつて、藤口さんがいた時代から今サッカーはいわゆる中央地区の前橋勢が中心になりましたね、はい、変わってきました。一つ、これからですね、この高校生がどんなプレーをするか、たっぷり、前後半通じて、見ていただきまして、アドバイスいただければと思います。よろしくお願いいたします。楽しみにしております。さて、いよいよこれから61年度全国高校サッカー選手権大会の決勝戦、前橋育英高校と藤岡高校の試合が始まります。どうやらキックオフは紫のユニフォーム、藤岡高校が取りました。主審の中村さんの笛が今鳴りましたが、キックオフやり直しです。今正式になりました。藤岡高校対前橋育英高校の前半戦が藤岡高校にキックオフで開始されました。さあ、前半の40分がスタートいたしました。果たしてどのようなゲーム展開になり、どちらが先取点を挙げるか、黄色に、黒、この縦縞が、これが、育英高校、前橋育英高校です。一方、紫で統一いたしましたのが、これが藤岡高校であります。わずかに横に、細い白い線が入っています。さて、風良さんですね、この前橋育英高校と藤岡高校ですけども、はい、どんなところにこの勝負のポイントっていうのは置いておりますか？そうですね、ポイントとすれば育英高校の山口選手を藤岡高校の誰が抑えきるか、それが一番大きなポイントになると思いますね。なるほどね。チームカラーとしては同じようなものですからね。わかりました。さあ、その育英高校ですが、10番の山口、これがキャプテンであります。このキャプテンを
どういうふうにして藤岡高校がマークして切り崩していくかとなりますが、まず前半風上が育英高校で、片下が藤岡高校と、こういう形になりますね。そうですね、はい。まあ、おそらくあの10番 の山口君にはあの藤岡の及川君がつくんじゃないかなと思うんですよね。なるほどね。はは、システムもだから準決勝に比べて決勝は2トップという形でシステムを変えてると思うんですね。変えましたね。そうですね、はい。さあ、それではその育英高校のスターティングイレブンをご紹介しておきましょう。育英高校です。ゴールキーパーが1番の田中、2年生であります。そしてディフェンダーは3年生の3番永井、そして3年生の4番小林、永井がストッパー、小林がスイーパーであります。そして20番2年生の斉藤、同じく15番2年生の古川であります。ミドフィルダーは12番2年生の松下、14番2年生の新井、そして10番キャプテンの山口であります。3年生フォワードは3年生のぬくい13番、そして、7番の3年生片田、11番2年生の福田、これが前橋育英高校のスターティングイレブンであります。とりわけ10番の山口の動きに注目をしていただきましょう。一方藤岡高校ですが、1番ゴールキーパーの福島2年生、2番ディフェンダーの新井キャプテンであります。これが新井がスイーパーを務めます。そして3番の中山がストッパー2年生、5番の堀口2年生、そして15番の中里1年生です。ミドフィルダーは今日は及川が上がってきました。4番の及川3年生、ただ1人の3年生です。6番の田村2年生、7番の中野2年生、8番の吉村2年生、そしてフォワード中トップ今日は10番の飯田2年生、11番の秋山1年生であります。こういう風な布陣で、藤岡高校は3年生がただ1人、あとは1年生の若いチームであります。さあ、それでは試合前の前橋育英高校、藤岡高校のベンチの表情を聞いてみたいと思います。まず前橋育英高校の表情です。小倉さん、お願いいたします。山田監督の話なんですが、今日はですね、決勝戦ということでかなり普段とは違った独特な雰囲気があるんですが、この雰囲気をですね、プレッシャーにせずに、自分の味方につけるつもりで頑張るということです。そして普段通りのですね、リラックスをして自信を持って試合を進めるという指示が飛んでおります。そしてまた今日は風がかなり強いので、この辺を注意しろということであります。とにかく昨年は前橋商業に敗れておりますので、各選手昨年の雪辱に燃える各選手の表情でした。以上が前橋育英高校試合前のベンチの表情です。はい、前橋育英高校のベンチレポーターは吉田アナウンサーでした。今フリーキックチャンス使いましてね。そうですね、いいのが上がりましたけどね、はい。バックスイング足で蹴り出しまして、はい、クリアして外を出したんですが、今度は逆サイドのコーナーキックになります。そうですね、よくレスだと育英高校練習してますからチャンスだと思いますね。なるほど、はい、はい。さあ、前半風上に取っているこの育英高校がどういう風な攻めをして、まず得点を取るか、どう守りきるか、ヘッドでまたクリアします。おー、クリアしました。いやー、もう藤岡高校も懸命にゴール前守りますね。そうですね、はい、だからディフェンス力ありますからね。特に、5番の堀口が174センチ、中山176センチ、新井が176センチ、ね、大きな選手いますんでね、さあ、ゴールキーパーの福島がどうするか。さあ、スーッとボールが伸びていますが、これはゴールラインから出ました。ちょっと長すぎましたね、はい、ゴールキックになります。2度ほどコーナーキックチャンスを使いました前橋育英高校でした。さあ、さあ、今度はそれでは藤岡高校のベンチの表情を小倉アナウンサーに聞いてみたいと思います。小倉さん、お願いします。はい、こちらは27年ぶりの決勝進出となりました藤岡高校のベンチです。こちらの方も今日は風があるのでディフェンスが鍵となりそうなので、風によるミスに気をつけるようにという指示が出されています。中学と新人戦藤岡勢惜しくも敗れてしまったので、藤岡高校にはぜひ頑張ってほしいと思います。以上です。藤岡高校の荻野監督が今じっとそのゴール前を見つめたんですが、大きなチャンスが前橋育英高校にありましたが、しかしボールは外出ています。やはり前半40分相当攻められるだろうということは藤岡高校はこれ確保してるでしょうね。そうですね、はい。さあ、藤口さんですね、まあ、前半5分経過しました。今のところやはりボールが風上にとっている育英高校に有利に動いてますね。そうですね、はい。また今の山口選手のね、はい、縦の鋭いドリブルですか。そうですね、やはりいいものを持ってますね、はい。
さてその山口ですが背番号10番完全に藤岡の4番の及川が、はい、及川がそうですね、はい、マンツーマンでついてますね、はい、足引っかかったら大事です。さあそのまま育英が持ってスーッとこれ曲げます。ここでそのボレーシュートシーンを落としましたが、しかしこれはありませんでした。高くボールがあってその及川がヘディングでまだ育英高校がボールをつないでいきます。今度は右サイドへ出ます。ボールは藤岡高校です。まあ、育英高校もあの前校戦でとにかく準々決勝ですが3対3、ね、はい、PK に持ち込まれて大変苦しい試合したんですが ね、まあ、それをその乗り切ってきたわけです。あれがいい薬になってますね。そうですね、選手にはね、はい、逆にその藤岡高校はこの大会4連覇を目指していた前橋商業をもう守り守り抜いてですね、とにかく得点は絶えず PK 戦に持ち込んで、お互いに10人ずつ合計20人が PK 戦やったわけですけども、そうですね、まあ、すざましいですね、PK 戦ありまして、7対6で勝ってきたわけですけども、まあ、試合内容も押されてはいましたけども、よかったと思いますね。そうですね、はい、今日はとにかくバックスタンド大変たくさんの応援団駆けつけています。藤岡高校、前橋育英高校であります。前橋育英高校は今年26歳の山田監督が率います。青年監督、ちょっと足が引っかかりましたが、その山田監督は島原商業から法政大学、そして57年にこの育英高校にやってきました。でそれまで12年間は現在部長を務めております、磯部さんがずっと監督を務めていたんですが、山田監督が来て、磯部さんは部長に、なりまして、そして、現在はその山田監督と磯部部長2人でこのチームを面倒見ております。とにかく去年あの決勝戦でですね、涙を飲んで非常にこうがっくりした育英高校のですね、イレブンの姿がこう今でも印象に残るんですね。そうですね、はい、ですからまあ育英高校としてみれば前哨と、まあ、ある意味ではしたかったんじゃないかなという気はいたしますね。そうでしょうね、はい、しかしその前哨を破ったその藤岡高校が非常にこういい守りを見せているということで、その守りをどういうふうに突破していくかということがやっぱりこの試合の大きな鍵になります。そうですね、まあ、両チームともあのパスをつなぐのがまあ信条のチームですね。ですけども、はい、風上に位置しているのは行方はロングシュートもね、試みたら面白いかなと思うんですね。なるほどね、行方がもう少し丁寧に外から行ければ、そうですね、点になる可能性が高いと思いますけどね、はい、ちょっと真ん中に集まりやすいですね。まあ、本来両チームとも両サイドを使いながらね、そうですね、やっていくのがこの一つのパターンになってますから、はい、藤岡も真ん中はしっかり固めてますよね、やっぱりこの育英高校の10番の山口の存在というのは非常に大きいものがありまして、まあ、藤岡高校は唯一3年生のその及川ですか、これをそのあえてぶつけたわけですよね。そうですね、山口ね、はい、まあ、非常にこの及川君がこの試合前になってですね、記憶も充実してきたということで、荻野監督はですね、この及川というのを非常に買っておりまして、今日はあえてその及川をですね、ハーフに上げまして、この10番の山口につけてるわけですけども、やっぱり及川君はやっぱり徹底してやっぱりマークするんですかね、戦略した方がいいと思うんですね。そうですね、はい、まあ、そういう意味では荻野監督が練った作戦でやろうと思います。手元の時計ではもうすでに10分が経過しています。前半の40分、さあここからのセットプレー、フリーキックになります。どういうふうにボールを上げますか。スーッと上げた、あっとこれはちょっと過ぎました、ありません。まあ、向こうでヘッド合わせて中へ落とそうというふうな作戦だったでしょうね、はいはい、今ね、はい、ちょっと長すぎました。あれが山口君に合うと面白いんですね、そうですね、
背も大きいですね。そうですね、はい、はい、その山口は178センチあります。はい、まあ、あの藤井さんもこのところ群馬からはですね、全国大会には前橋商業が3年連続 ねしていってるということで、聞いてるかと思いますが、その前橋商業に代わって今年はこの藤岡か、あるいは前橋育英かということになります。前橋商業が出てきまして、ね、1回戦2回戦ぐらいまではね、いけるようなところになりましたからね。そうですよね、はい、さあ藤岡高校、あーボールを回しました。7番中野に回します。この藤岡高校の7番の中野という選手が、あの逆に非常に身長が低くて156センチしかないんですけども、いい動きを見せます。そうなんですね、やっぱり藤岡の指導より中野君がキーポイントだと思うんですね、攻撃に関してはね、はい、さあ丁寧にボールをつなげるか育英高校。向こう11番の福田、ゴール前上がった、キーパーが抑えます。福島、まあ、育英高校はあの井口という選手がいたんですけども、はいはい、前橋工業戦ですか、ちょっと怪我をしてしまいました、ね、はい、そうですね、はい、その代わりに11番の福田が出てるんですけども、この福田がまた非常にいいところを見せておりまして、本足が速いですね。そうですね、はい、3得点を挙げています。まあ、育英高校の場合には山口が4得点、この福田が3得点、片田が2得点、そして井口が1点という形になります。はい、一方の藤岡高校の場合には、中野が2点ですかね。そうですね、そして飯田と中山が1点ずつ挙げています。はい、あれですね、もうお互いにもうマンツーマンでですね。そうですね、ピタリとその動きを封じようということになりますが、どうでしょうか。一平高校がスライディングタックル、藤岡高校うまく体を入れた。さあ、こちらから20番の斉藤です。ああ、これはコーナーキックになります。これで3つ目になりますか、コーナーキックね。黄色と黒の縦縞、これが前橋育英高校であります。14番の新井がかかります。非常にこの人がキック力があるということです。小西中学の出身。さあ、今度は合うかどうか。うまかった、ふわっときました。キーパーが出てくる、ヘディングが合いません。やっぱりああいうボールを狙いたいですね。そうですね、はい、再度コーナーキックになります。ただ少し風が強いんでですね、そうですね、タイミングがうまく合えばなんですけどね、これがちょっと気になりますが、まあ、選手も苦労してるでしょうね、その風で ね、はい、かなりコーナーフラッグが激しく動いたのが分かるかと思います。ボールの前には山口がおります。前橋育英高校、さあもう一度新井ヘッドでまだ繋ぎますが、ゴールラインからボールが出ました。ゴールキックになります。まあ、実は昨日もその育英高校、そして藤岡高校がこのグラウンドに来たわけですけども、はいはい、特に育英高校の山田監督あたりは風が強いんだなぁという、明日も風が吹くんでしょうかと非常にこう心配していまして、ここのコーナーの風上風下がはっきりするんですね。そうですよね、非常に差が出てきました。さあ、山口行ってきます。やっていきます。さあ、ここでボールの取り合いは藤岡は2人かかります。さあ、コーナーキックになります。これが5回目でしょうか。そろそろ点が欲しいところでしょうね。そうでしょうね。時計の方はやがて16分になろうということになります。手元の時計になります。相手のバックが
お腹でこのボールを止めた。しかしまだ育英高校ボール詰めます。さあ逆を振ります。さあヘッドでタイミングが合いましたが、しかしボール欲しかったですね。はい、形としては藤口さん、いい形作ってますね、育英高校ね。そうですね、ただ、はい、藤岡のバックもね、必ず相手とも競ってますからね。そうですよね、うん、だから、はい、フリーではさせてくれ、もらってますね。そうですね、はい、まあ、とにかくこの藤岡高校の徹底した守りが通用するかどうかですね。そうですね、はい、ある意味じゃ藤岡ペースかもしれないですね。そうですよね、はい、まあ、こういう試合が多かったですからね、藤岡の方ね。そうですよね、はい、はい、ですから荻野監督とすればその前半育英高校が風上に回っているうちに0点に抑えておけばですね、これは本当にペースになってきますね。そうですね、はい、あ、フリーキック藤岡高校です。さあ果たしてどういう形になりますか。ゴール前には6番の田村がいます。そして7番の中野動いていきます。小さく蹴ってセンタリングしますが、こういうのつながりませんが、3番中山逆を振るんですが、相当風にボールが流されます。放送席の辻さん、はい、育英高校ベンチなんですが、山田監督なんですが、再三のですね、はい、コーナーキックのチャンスがあったんですが、はい、どうも、最後、爪が甘くてですね、どうもいかんなという腕組みをしましてですね、なるほど、はい、かなり渋い表情なんですが、はい、がこのボールをどういうふうにつなげるか。藤岡が、あ、逆にこのボール取りました。7番中野、誰か動いていきます。動きを見せます。中野、出した、いいボールだ。あ、出ました、いいとこ出ました。振りになった、6番だ。しかし、いや、取れ面白かったんですが、ここでオフサイドです、オフサイド。でこれ中野君に回ると面白いですね、展開がね。そうですね、はい。6番、田村まで回ったんですが、その後の最後の爪がありませんでした。さあ藤岡高校がこのハーフライン付近からどういうふうに、あ、もう無理して帰ってきませんね。そうですね、小さく回ってますね。なるほど、逆にふわーっとボール上げて前へ出ていこうという交差点であります。さあ行くよ、取りました。そしてその山口です、ゴール前上げます。さあ振りだった、これどうするか。藤岡2人シュート、しかしこれはネットでクリアします。まだボールはつながります。育英高校のボール、ふわっとボールがありました。落としてもう1回振りになりますが、どうか。さあキーパー掴んだ、まだ振り、ゴール前守ります。藤岡高校徹底して守ります、徹底して守ります。コーナーキックになりました。よく守りましたね、今ね。いや、守りましたね、さあ、6本目のコーナーキックになります、育英高校。今度は左サイドに行きます。詰めた、さあ、山口がいた、合いません。バカスキーですね、はい、よく触りましたね、今度は逆サイドのコーナーになります。14番のその新井がこちらが行きます。キッカーも良いじゃないですね、右手左手ねこれどういうふうに今度は出るか。藤岡のバックをクリアする、おっ、まだつながるか。育英高校はこのボールをつなげます、つなげます。そして荒井中へ持っていきますが、藤岡高校の中懸命に頑張ります。逆にこちらへ縦に出しましたが、しかしボールは止まります。ふわーっとボールを上げた
かしここに2番の藤岡高校新井があります。ゴールキックになります。前半も20分が経過しています。再三コーナーキックでチャンスがあるんですが、もう一つ決定打を変えています。逆に藤岡高校がよく守っているということが言えるかと思います。そうですね。ボールを繋いでいきますが、なかなかボールが通りません。ボールタッチラインからボールが出ました。これが荻野監督です。34歳、太田高校から群馬大学に進みまして、半田高校を経て、55年から藤岡高校に入ってきました。そしてその55年からずっとこの県大会の決勝トーナメントにチームを出場させております。藤岡高校も懸命に守ります。さあ、池江高校がこういう形で再三コーナーキックを取りながらなかなか点できない。こうなってきますと、今度はこう、まあ、時間がまだあるでしょうから、まあ、焦りというものはまださほどないと思うんですよね。そうですね、はい、ただいつもに比べてですね、あのドリブルが多いようなケースですね。あ、そうですか、それはやはり風どうでしょうか。そうですね、それも多少あるんじゃないですかね、選手もね。藤岡高校がブルーのこのメガホン、一方の育英高校は黄色のメガホンであります。それからの藤岡高校 の、 あの、はい、パスをもっと低いボールの方がいいと思うんですね。風下ですから ね、 ね、はあはあはあ、さあ13番の福井がスローインを行います。育英高校、いや、ここは福井ではなくて20番の斉藤にスローイン変わります。こういうところでパスを丁寧につなげて、なんとかチャンスをつなげたいところですね。さあ、ここですね。ロングシュートになってきました。そしてヘディングセリアテ、さあ、あっ、ここに今山口いたんですがタイミング合いませんでした。もう一つです。これはちょっと流しました。全員がこの真ん中にね。そうですね、真ん中ですね。そうですね。放送席の水地さん、育英、はい、高校なんですけれども、再三のチャンスなんですけれどもね、どうもこのゴール前の爪の甘さといいますか、気迫がもう一つ足りないということで指示が飛んでおります。そうですか。そしてあのベンチなんですが、あのスタンドの方なんですけれども、チャンスが訪れるたびにですね、育英高校の方はため息が出ております。ああ、なるほど。確かに今藤井さんお話のようにですね、このどうしても真ん中に選手がまだ集まっている。そうですね、そこがあの一つちょっと今のところのですね、弱点になっているんですけど、やっぱり真ん中真ん中は崩せないですね。そうですよ ね、 ね、はい、さあ、これ振り切った片田のシュートはクロスバーの上、福田のシュートでした。放送席の追肘さん、はい、あの藤岡高校のベンチなんですが、再三のピンチもヒヤヒヤさせられて、こちらの方は、皆さんため息をついています。ただ監督だけはじっと成り行きを見守ってて、この展開を静観しているといった感じです。はい、わかりました。このいい形で福田がボールをフリーに持ったんですがね。そうですね、はい、わずかにクロスバーの上でした。まあ、1点を取るということはそう簡単ではないということですね。ですね、ただ藤岡のディフェンスがちょっとあれですね、攻められ続けてますんで、そうですよね、集中が切れた場面があるんですよね。今のもちょっと空振りですからね。さあ、関東としてさあ、ここで緑井が行きます。中へ入って左足シュート、だんだん形ができてきましたね。はい、ですからやはり外からボールを、ね、持って中へという形で持っていきますと、徐々に徐々にこの育英高校がパターン形を作ってきましたが、しかし、最終的なゴールの部分はまだないんですけども、今のシーンです。ここで一旦目でワントップして、そして
パスが通るかと思ったんですが、ここで福井がかわして左足シュート。多少やっぱり風の影響で立ち足の位置とか変わるんでしょうね。そうでしょうね、はい、スーッとこちらへ。ああ、そうだ。そしてこれはキーパーがよくボールをよく見ていました。要はこちら側で山口がね、そうですね、ボールを取ったんですが、さあ逆に速い展開にするか藤岡高校。7番だから、しかしこのボールを取ったのは育英。あ、しかしちょっとこうボールがつながりませんでした。まだ育英はボールを持っていますが、それにタックル、逆にボールを持ったか、ちょっと手掛けが違いました。これはファウルです。フリーキックは藤岡高校。ボール出すか、しかし新井高校が反応してこのボールを奪いました。スーッと山口に会えばということなんですが、スローインです。5番の堀口との走り合いになりましたが、しかし山口がボールをタッチラインに目指しました。この辺がパス通りません。逆に向こうから縦にボールを出して中野が動きます。藤岡高校、紫のユニフォーム。さあ、バックスマンから一人うまくボールをつなぎました。中へ入っていきます。しかし育英高校が守ります。4番の堀口、そして6番のここです。いい形できました。惜しかったですね。田村からのボールでした。まあ、あれが声出てましたね。そうですね、大きかったんでしょうけど、やはりあの藤岡高校7番の中野ですか。そうですね、これが動いてきますとずっと攻撃面であの展開できますね。できますね、はい、よくサッカー知ってますね。さあ、スーッとゴール前にボールを上げます。思いっきり狙ってきました。その藤岡高校の7番の中野は2年生、藤岡小野中の出身であります。小野小の時代から、サッカーをやっております。山口の競り合い、及川。どうでしょう、育英高校のこの山口ですけども、今一つどうでしょう。そうですね、やはり相当きつくマークされてるんでしょうね。いつもとやっぱり違う感じに向けてますね。なるほどね、水地さん、はい、育英高校なんですが、その山口君に指示が飛んでみましたですね。もう少し自分のプレーをやれという山田監督の指示です。これはゴールライン出ました。まあ、相当やはり相手もしつこく寄ってくるだろうということはですね、山口選手もまた山田監督等も当然それはもう承知の上ですからね。そうですね、はい、もう時折ボールをうまく持つんで、まあ、その辺がですねチャンスになればということなんですけど、そうですね、今日もゲームの前にちょっと話もしたんですけど、はいはい、普段のゲームやれればね勝てるんじゃないかとか、そういうこと言ってましたけどね、はい、さあ、その山口です。ボールをシュート狙っていきます。今の形はいいですね。そうですね、はい、前半30分が経過をいたしました。一度山口君が外に逃げてみても面白いですね。あ、なるほどね。そうするとスペースが空きますからね、あのマンツーで及川君がついてますから、そのまま引きずられますからね。なるほど、あ、面白いかもしれないね。はい、今直線的にゴールゴールみたいに言ってますからね。そうですね、今のところ、はい、さあ、ボールを持ちました向こう側、10番の古川かな。15番の古川は1年生、前橋の鎌倉中学の出身です。細いサッカー少年団からずっとサッカーやっています。ですからサッカーを極めきっています。またチーム1の勉強もだそうです。まあ、1年生でこういうプレーができるんですから
福田さん立派なもんですよね。そうですね、もうレベル上がってきましたね、はい、さあ藤岡が逆に左へ出します。そしてこちらが11番の1年生の秋山、しかし育英高校が懸命のボールを出しました。その藤岡高校の11番の秋山は藤岡東中学の出身、三国東小学校からサッカーをやっています。なかなかお互いのゴールにまだボールは入っていません。0対0、得点がありません。前橋育英高校と藤岡高校の高校サッカーの決勝戦、どちらが勝っても全国大会は初出場であります。スーッとボールが取りました。11番の秋山、中へ持っていくか、しかし下手しました。20番の斉藤であります。コーナーキック、なかなかいいボールでしたね、はい、そうですね、藤岡高校は初めてのコーナーキックであります。15番の1年生の中田と分けります。さあここは育英高校がゴール前をどういうふうに守っていくか、バックヘッドでクリアします。縦にボールを取ります。ここはぬくい13番、そしてスーッとボールを縦に通しました。逆にこれいいですね。さあ山口がフリーになりますか、及川がワークスが、山口はどういうふうにしてボールを運び出すか、どうしても中入っています。高いボールがふわーっと風流されますが、結構まだボールを持ってシュートを狙います。思い切ってなってきました。先ほどみたいにやっぱ山口に出たような、ね、あのクロスのボールですね、はいはい、タッチラインを切るようなそういうボールが出ると面白いと思いますね、そうでしょうね、さて前半の時計の方ですけども、40分ハーフのうち今33分ぐらいまで来てますでしょうかね。藤岡高校がこのまま風下で前半40分を0点で抑え切るか、あるいは藤岡高校のその堅い守りを残り時間で前橋育英高校が突破できるかどうかになります。斉藤のボールは通りません。ふわーっとボールを上げた。さあどこへ行くか、11番の福田、7番の片田にボールを回したいところでしょうが、中へ入れます。ヘディング取ったのは藤岡高校、また高いボールを上げましたが、しかしスーッと落ちます。中へ藤岡高校もヘディングで懸命に行きます。これ以上ボールは取りません。相当風があって流されます。さあ逆に取ってシュート、ゴールポストの左、ゴールにはなりません。10番の山口であります。お互いにボールをですね、こうヘディングでですね、つなぎながら、あちょうど及川君がヘディングで競って前に出たんですよね。そうでしたね、その隙ですからね。そうでしたね、はい、さあ手元の時計では残り時間前半は5分となりました。その5分のうちに得点が入るか入らないかです。まだ両チームとも得点はありません。0対0、前半35分の経過、残りはあと5分であります。山口がボールを持ちますが、及川が徹底的にマークします。藤岡高校唯一の3年生、さあこの見事な山口、しかしこれはやはりバックが回りました。コーナーキックになります。さあこれが育英高校の応援団。さあなんとかこれ8本目ですからね。そうですね、はい、慶高校としてみればですね、ここでなんとかこのコーナーキックを決めたいところでしょうけども、今度は相当ゴール前に
突き捨てます。さあヘディングのどうかボールは回ったかどうか入ったゴール育英高校前半36分ついに待望の1点を取りました。1対0山口君に会うとチャンスになりますね。そうですね、はいはい、さあ8回目のコーナーキックからこのボールがセンターへ、そしてヘディングを落とした。ちょっとゴール前混戦、これを最終的にゴールから右足で選手蹴り込みました。ついに育英高校が前半40分のうちに点を取りました。ようやく点を取って育英高校動いてきましたね。そうですね、はい、さあまたいい形で片側にボールが行きました。最初の得点者は13番の三井になりました。一瞬の出身169センチ3年生の三井。さあここでまたコーナーキック9つ目になります。先ほど同じような形になります。これもいいところ上がりましたが逆へちょっと流れてしまったね、はい、山口に合いましたけども、しかしボールはゴールラインから出ました。相当やはりあの藤口さん厳しく攻められてますんで、藤岡高校としてもですね、ゴール前はですね守ってるんですが、やはり1点取られてしまったんだね。そうですね、少しこうただもう前半残り少ないですから、これ持ちこたえればそうですね、後半につながりますんでね、はい、ですから藤岡高校とすれば、まあ、0点が理想だったんでしょうけども、1点でもね、そうですね、後半のもう十分チャンスありますんでね、ここで集中を切らさないと、ね、そうですね、はい、一方の辻さん、はい、藤岡高校のベンチですが、監督からはこれからだ、いいよいいよというような声が飛んでいます。そうですか、まあ、最小失点に抑えておけばということでしょう。そうですね、はい、さあいいところ出しました。この形でいいですね。そうですね、三沢の得意中折り返します。あしかしボールは取りませんね。藤岡がバックが立ててクリアしました。逆に藤岡がこのボールを縦に通したいところですが、どうでしょうか。カットしたのは育英です。そして1回福田ふわっとボールを上げます。山口が行きましたが、その前にキーパーの福島が出てきました。さあ前半40分残り時間 もう手元の時計では1分を切っています。前半1対0ゴール前の混戦から育英高校は13番の福井がゴールを決めまして、1対0と育英高校がリードしています。あっとゴールポスト当たった。これはですね、藤岡とすればヒヤッとしたんですが、そうですね、非常に、はい、ラッキーになりました。13番の福井積極的にボールを取りに行きます。しかし藤岡がボールを取って後に行きますが、スライディングタックル、ボール出しました。フリーキックになります。藤岡高校です。さあ前半も残りがほとんどありません。ここで前半の40分が終了いたしました。前半育英高校はゴール前の混戦から13番の六井がゴールを決めまして、1対0と藤岡高校をリードいたしました。そしてこれから後半の40分に入ります。さて高校サッカー選手権大会の決勝戦、前橋育英高校と藤岡高校の試合はいよいよこれから後半の40分に入ります。前半は1対0で前橋育英高校がリードして、後半にこれから入るわけであります。エンジンを組みます黄色と黒の縦縞の前橋育英高校、前半福井の、ゴールで1点を挙げてリードしています。後半は今度は風下に回ります。一方紫のユニフォーム藤岡高校はすでにイレブンがグラウンドを散っていまして、攻撃の体勢に入ります。
その1点を藤岡高校がどのようにして追いかけるのかどうか、この辺が後半の見どころであります。今後半の藤岡高校対前橋育英高校の後半戦が前橋育英高校のキックオフで開始されました。さあ風上に回った藤岡高校はどんな攻めを見せるかですね。そうですね、まあ、中野君にボールを集めて、ね、あの飯田君ですか、まあ、あの秋山君ですか、はい、走らせる形になるかと思うんですね。両チームとも前後半を通じて、選手の交代はありません。さあ形もの育英高校が攻め込んでいきますが、しかしタッチラインから出ました。スローになります。前半は育英高校がシュート16本、これに対して藤岡高校は全くない、ゼロということですね。コーナーキックも育英高校9つ、これに対して藤岡高校は1つだけ、こういうふうにもう非常に対照的になってきています。それだけ風上から育英高校が藤岡高校の攻め込んだということになります。逆にゴールキックが非常に藤岡高校の方は15個と多くなっています。さあそれではハーフタイムの表情を聞いてみましょう。まず前橋育英高校です。吉田アナウンサーお願いします。はい、山田監督のハーフタイムの指示なんですけれども、特にですね前半はゴールに対するこの意欲がですね、ちょっと欠けているのではないかという指示が飛んでおります。まあ、ゲームはですね水物ですので、最終的にはこの気迫の勝負になるということですので、もう少し落ち着いて自分のサッカーをやるという指示が飛んでおります。そして後半はですねエンドが入れ替わりまして、今度は風下に立たされるわけですので、特にその辺を注意しろということで、真ん中にボールを上げてしまわずにサイドにボールを上げて、そして最初の10分にですね1点を取るつもりで頑張れと、こういった指示が飛んでおります。以上が育英高校です。後半もとにかく立ち上がりの10分台に点を取るという指示を具体的にしてですね。やっぱり目的地も出せるんじゃないですかね。なるほどね。はい、まあそういう意味ではね、確かに何とかチャンスがあって、さあいいところで出ました。山口がボールを持ちます。これフリーになりました。山口がどこへ上がるか。さあゴール前上げます。キーパー出てくる。どうか。入った。入った。ゴールインです。キーパーが出てきて、そしてフロンターでしょうかね。そうですね。フロンター足が当たった感じですね。これは育英高校はラッキーな得点になります。立ち上がりの3分前になります。後半の立ち上がり3分前、2対0、7番の片田になります。さあ今のところです。うまくボール出ました。ここからその山口がフリーになります。そしてこのボールをセンタリングします。そしてキーパーが出てきて取りました。で転んだ足へ。そうなんです、ね、ラッキーですこれね。ところをされてたゴールの執念が出たかもしれないですよ。そうですね。でも確かに意識して外に散らすようになりましたね。ああそうですね、はいはい、この1点というのは大きいですね。大きいですね、はい、放送席の辻さん、はい、育英高校なんですけれども、はい、今の2点目が入りましてですね、1点目と比べまして山田監督ちょっと余裕が出てきたような感じがいたします。そしてゴールキーパーのですね田中君に指示が飛んでおりまして、はい、これから締めていけという指示が飛んでおります。そうですか、はい、分かりました。さあ育英高校が1点を取りましたが、藤岡高校のベンチの表情を聞いてみましょう。小倉さん、はい、ハーフタイムで戻ってきた選手の間からはやはり風がかなり影響して結果戻ってきてしまったというような話が聞かれたんですよね、はい、で今度は風上なのでこの風上に安心しないで、ボールをつなげていくようにという監督の指示でした。そうですか、はい、先ほど1点、はい、先に取られましてまだ間に合う、挽回しろというような言葉も飛んでいます。そうですか、はい、はい、分かりました、ありがとうございました。まあ、立ち上がりを捉えたんですけども、藤岡高校としては落ち着いてパスをつないでいけばね。そうですね、はい、まだ時間ありますからね、はい、ですからこれ藤岡高校が1点を返しますと画前ゲームがこう、また変わってきます。そうですね、分からなくなりますね、はい、
その辺でかなりボールが流されます。高く上げますとやはり小刻みにパスをつないでいかないとでしょうかね。そうですね、はい、できればタッチラインを切るようなボールの方がいいんですよね。なるほどね。さあコーナーキックです。向こう側のコーナーから藤岡高校11番の秋山が蹴ります。どういうふうに蹴るか、すぐ上げてボールが落ちます。よし、テープは熱いディフェンスをしてます。クリアします。グラウンド内で観戦のお客様に申し上げます。恐れ入りますがスタンドでご観戦ください。さあ山口がまた持っていきます。ああうまくかわして、ああつなごうとしたんですが、逆に相手に当たりまして藤岡高校がこのボールを取りました。ゴーアからどういう攻めるか、中に入っていきます。及川へつながりません。しかしまだ外へ出す藤岡高校、そうですね、ああ取りません。パスとしては作ったんですが逆に中へ鍵が合いません。6番の田村、8番の吉村あたりがずっと入っていったんですがタイミングが合いませんでした。コーナーキックになります。後半に入って2つ目コーナーキックになります。これが風上と風下の違いですね。そうですね、はい、それとできれば藤岡もシュートが欲しいですね、チャンスがあれば ね、 ね、はい、さあどうでしょうか。おっとで行方はクリアします。まだ藤岡ボールをつなぎます。スーッと中へキーパーがジャンプ、使いました。さあゴール前をしのぎました育英高校であります。藤岡もねチャンスがあると思いますので大事にね行きたいと思いますね。そうですね、はい、まあ、藤岡高校も飯田あたりにねうまくボールが渡りますと面白いでしょうけどね。まあそれにしてもやはり7番の中野あたりが動いてオープンにボールが出て、そしてウィングにいる飯田あるいは秋山あたりがね、そうですね、こうやってきますと面白い。長野君は小さいですけど活動ありますからね。そうですよね、はい、非常にこう現場できる人ですから、そういう面では藤岡高校にとっては非常に貴重な選手になります。得点は2対0と前橋育英高校が藤岡高校をリードしています。今日の高校サッカー選手権大会全国大会は共に初出場になります。どちらが勝って全国大会出場しても初優勝、初出場になります。まあ、育英高校の場合には2年連続してこの決勝戦に進出してきたわけです。そして、過去にも決勝戦に進出がありまして、前橋商業の前に敗れ去っているわけですと、まあ、3度目の正直という形 で、 そうですね、はい、全国大会出場を果たせるかなということになります。現在のところ2対0とその前橋育英高校がリードしております。しかし藤岡高校も積極的な攻めを見せています。及川から中へ入れます。ヘッドダウンかどうか、あここには藤岡高校の選手はいませんでした。高いボールを風に流されます。紫のユニフォームがどういうふうにこのボールをつないでいくか、よく見ます。さあどうかな、タイミングとして面白いが7番の中野がありました。しかしキーパー田中がスーッと前でやってきました。このボールを使いました。一瞬早く ね、 ね伸びてしまいましたね、中盤から。さあ育英高校はどういうふうにゲームメイクしていくか。山口が縦にボールを出します。旗に合わせて一旦バックして山口、中山口が入っていきます。そして何にボールを渡すか、ああ中へ入りません。
14番の選手が通ってきました。少し山口がですねボールを持つようになってきましたね。そうですね、はい、少し前から離れてましたね。福田、さあこの福田がサイトにボールを返してちょっとふわっと上げていきます。山口がボールを前に落としました。ここで中に入っていきますが、しかし藤岡高校が懸命にプレーします。ボールを出しますが、ここには4番のスイーパー小林がいます。藤口さん、風上にいる、はい、の藤岡高校の攻めですがどうですか。そうですね、あの先ほど1点取られてからしばらく藤岡ペースでずっと攻め込んでましたですね、はい、でもうちょっとやはりあの前半の育英と同じようにね、あの行けそうだとなったら真ん中真ん中真ん中なんですよ、ね、なるほどね、行けるきっかけを作ったのは端から行ってるんですよ ね、そうですよね。ですから焦らずにやはりサイドからですね行けばチャンスはまだまだありますね。どうしてもこうボールが中に行ってしまう傾向なんでしょうかね。あの風上ですから、まあ、簡単にポンって中に入れておけばいいやという気になりますと、なかなかこれは手には繋がらないですね。どうしてもその辺この風というものがあるので意識してしまうんでしょうかね。そうですね、それにしても育英高校は山田監督が後半の立ち上がり10分以内に得点を取るというふうな、まあ、指示を与えて2分半過ぎにラッキーの点が入りました。さあ中入っています。11番の福田がいる。どうか、あ福岡は懸命に、しかしまだボールは育英か、奪い合い取った片田、左足のシュートはゴールポストの左でした。その前ね、福田君がダイレクトで打ってればね、あーなるほどね、ですね、はい、上の方はやはり後半風下だということがあって意識して外を使ってますね。そうですね、山口君が外に外にこう、出てますね、はい、あれがいいんじゃないですかね、はい、さあ、三井が左側に片田がボールを持っていきます。山口ボール通しますが、新井がシュートになっていきます。後半を通じて現在のところ2対0と前橋育英高校がリードしています。さあ広島高校です。戻っていますが山口です。左の方へずっと行きます。これに小さい中野がマンツーマン、2人抜いていくか、ちょっと足が引っかかってしまいました。ファールです。フリーキックになります。さあこういうところから成功がちゃんと掴めるか、ちょんと蹴ってセンターへヘディングで合わせますが、ボールはまだ上がります。一定高校前が持ってシュートやってきます。どうかゴールポスト当たった、あーっていってチャンスを逃した。しかしまだボールはつながりましたが、立ち合いから戻りました。藤岡にすればヒヤッとしましたよ ね、 そうですね、はい、ちょっとあの2点取られたせいかもしれないんですけど、藤岡の方はあのマークちょっと甘くなってますね。手を取らなければというそういう気持ちも分かりますけどね。相手のボールになった時はもうすぐ早めにマークきちっとした方がいいと思いますね。さあ藤岡守りました。攻めるのは育英、ふわーっとゴール前を上げます。さあワンバウンドで抑えました。藤岡としてみれば攻めたいところですが、どうもこのボールはつながりません。さ
校のスローインです。片田のスローインを福田が、いや、持ち込めません。ゴールキックになります。まあ決勝戦というのはなかなかやはり点が入らないもんですね。そうですね。過去16年間の統計を見ても勝ちチームの平均得点が 2.5 ですか、はい。まあ5点以上上げて勝ったゲームはですね、昭和50年に前校が5対1で縦橋を破って、はい、それから53年に前校が新島を5対2で破って、それから59年に前校が高田を7対1で破って、このゲームしかないですね。そうですね。ですからあとは2点もしくは3点というゲームですからね。まあ、現時点育英高校が2点を上げてですね、ゲームを優位に進めているわけですけども、やっぱり安全圏に行くとすれば、まあ、あと1点欲しいところでしょうね。そうでしょうね。やっぱり3点でしょうね、はい。しかしそういう意味で藤岡高校とすれば、その1点をなんとか、そうですね、早いうちに入れさせないところ、1点差詰め寄るですね、1点をどこかで入れたいところでしょうし。辻井さん、はい、藤岡高校のベンチでは先ほどから焦らず1点ずつ返すつもりでボールをつなげていけというような劇が飛ばされています。そうですか。はい、はい、かそれでいいと思いますけどね。そうですね、はい、やはり焦っていきませんしね、はい、こういうふうなコーナーキックを大事にできるかどうかと思います。で、高校のゴールキーパーは田中、2年生前橋鎌倉中の出身であります。やはり高いですね、育英の方がね。そうですね、この辺に攻め行きますと。まあ、育英の方もリスタートとかのコーナーになりますと、山口君とか片方君がライン入りますからね、はい、あの二人大きいですからね。そうですよね、はい、ジャンプ力もありますし、大きい分だけ有利であるということになります。さあ、ゴールのボールを蹴りますのは育英のゴールキーパー田中であります。さあ、田中がボールを持ち込むと逆に藤岡がボールを取りました。7番の中野です。タンパックして、さあ、ボールを繋いでいくか藤岡。こちら側は10番のイーダー、ボールを取られました。しかしまだちょっとこのボールは大きく出ただけで繋がりません。カットに行ったのは藤岡。逆に育英7番の片田、まだボールは育英です。抜く右へ振ります。14番奈良がいた。このタッチラインからボールが出ます。ちょっとここで奈良が足を痛めたようになります。座り込んでいます。大丈夫でしょうか。ちょっとね、及川君と接触した時に、ね、はい、あの状態ですと足の辺りでしょうかね。大丈夫ですかね。ちょっと山田監督が心配そうに見ています。多分大丈夫じゃないですかね。あ、なるほどね、はい。ではそのまま続行されます。藤岡です。藤岡ボール肩に通しますが、しかし3番の永井がボールを持ちます。13番の六井からいい形になりました。さあ、これでどこに持っているかです。逃げ出します。山口から20番の斉藤、1点中へ入れます。片川が走り込みます。キーパーと鳥山、キーパーを抑えました。キーパーチャージです。かなりも切り込んできましたね。そうですね、はい。あ、ここで警告が与えられました。警告です。7番の片田に対する警告。ちょっと今のプレーは非常に危険だったということですね。そうですね、はい、出てきました。走り込んでいって、ここで、ああ、そうですね、足がかかったような形になりました。キーパーの福島のところへ行ってしまいました。
評価としますとですね、やはり7番の中野ですかね、この辺りの吉村、田村、この辺のコンビネーション取れますとね、いいんでしょうけどね。そうですね。やっぱり中盤をね、少し組み立てられないと、やっぱり攻めてもね、大変と思うんですね。はい。ディフェンスライン仕上げもちょっと遅くなってきましたね。そうですね。さてここで飯田に代わって13番の飯島が入ります。陸上科高校はメンバーチェンジです。あ、飯田を進めまして飯島、背番号10番飯田君に代わり背番号13番飯島君が入りました。まあ、本来ならば飯田、木山、飯島でねフォワードの組むんですがね、はい、及川をですね、山口ですけども、入れたために、ツートップにして、かけたわけですけども、飯田に代わって、育英専用にね、打っただけだと思うんですけどね。はい、そうですね。はい、さあ、ここで、飯島に変えたことで、まあ、飯島君はね、非常にこう攻撃が好きですからね、そうですね、面白いと思うんですね。もともとディフェンスやってた選手なんですね。さあ育英高校のスローインです。ただから15番の空海へのボールはつながりません。相手がタッチラインに蹴り出しまして、ここはスローインになります。手元の時計ではすでに20分を経過しています。残りはあと20分。現在2対0と前橋育英高校が藤岡高校をリードしています。連続決勝戦に出場した前橋育英高校、一方27年ぶりの決勝戦に出場の藤岡高校であります。紫のユニフォームが、黄色のユニフォームがこれが藤岡高校であります。さあうまく回ってました。変わったその飯島です。ボールを運べかどうか。しかし育英高校が取ります。ボールが上がっていますが、ここはおーっと飯島先行っていきます。あーっとキーパーは田中だったりました。じゃあここはやっぱ積極的いますね。そうですね。ちょっと危ないプレーかなと思ったんですが、さて午後3時5分に県内に強風注意報が発令されています。まあ今日は非常にこう風が強いんですが、またこれから一段と北西の風が強まりそうだということです。南部で10メートル、北部で15メートルにぐらい吹くだろうということです。ご覧いただきますように、バックスタンドの方もずーっと今朝から垂れることなく切り替えています。カンパンの飯島いい動きしてますね。そうですね。さんね、はい、さあフリーキックになりました。藤岡高校になります。1番の新井、やっぱこういう形いった方がいいと思うんですね。蹴るよりかもね。なるほどね。はい、はい、ライトをかけながら逃げ出します。そして飯島につながって中野から、いい形になりました。新井が走り込みます。それ抜いてさあ赤が振った。ヘディングシュートは合いません。わずかにゴールポストの左。いや藤井さんいい形になりましたね。こういうゴールキックもチャンスだと思うんですね。そうですね。風がありますからね。さあ今のところです。新井からそして中野君ですね。中野行って、二人抜いて、ふっってこのヘッド。惜しかったですね。惜しかったですね。11番の秋山にヘディングが合っていればというところでした。サモスの中野。的に動いてきます。藤岡高校、さあしかしボールを取ったのは育英です。ここへ出ました。
11番の福高リターンします。山口左足で逆サイド振ります。キーパーでした。どうかゴール前から振ったヘディングシュート3点目。7番の片田になります。3対0となりました。後半25分過ぎ、あっという間ですね。目測は余ったんですかね、キーパーがね。さあこれで3対0となりました。今のところです。しかしうまく山口ですね、いいところあげましたよね。そしてキーパーが出てきました。それを片田がうまくヘッドで押し込みました。3対0となりました。さあ今日はこれで片田が2点ということになります。まあ、そのうちに1点を片にしてみれば転んだ足に当たったラッキーな点ですけどね。前橋育英高校が得点にキックをするかどうか。中に持ち込みます。ここです。中野入ってきた。さあスーンと上げた。及川がいくか。13番の飯島か。倒れ込んで逆にボールは育英です。スーッとボールが抜くで通ります。抜くか抜くか抜くかどうか。抜けた抜けた。藤岡高校も懸命に2人行きます。ボールの奪い合いやタッチラインにボールが出ます。さてここで育英高校はメンバーチェンジを行います。どうやら9番の井口が出て11番の福田、あ14番ですね、14番の新井に代わって11番、9番の井口が入ります。新井君に代わり背番号9番木田君に入りました。あ9番の井口が入ったということで、まあ前橋工業戦でね、熱を失った、はい、準決勝出られなかったんですけども、この試合も前半出なかったんですけども、ここに来てやはり、出させるということは、まあ、ある意味でですね、3点目入れたんでですね、そうですね、はい、先のことも考えてるんですね。そうですね、全国大会近づいたということを考えてるんでしょうね、はいはい、プレーをさせるということです。山田監督になります。高校が3対0と藤岡高校をリードしています。形ができます。キーパーがどうか。おっとキーパー当たった。これはどうか。最後また片田が蹴ったんですが、クロスバー上でした。ちょっとゴールキーパーとね、育英の選手がですね、ぶつかりましてね、キーパー転がりました。でボールが落ちた。そこの片田が蹴り込んだんですが、クロスバー上でした。藤岡とすればなんとか1点を取りたいところでしょう。そうですね、まだ10分ちょっとありますんでね、十分その得点チャンスあるかと思うんですが、藤口さんどうですか。ちょっとペースを乱された格好になりましたかね、藤岡高校は。そうですね、今一つ自分たちのペースに乗れない。それだけ育英の速い攻めにあって苦しんでいるのかと思いますけど、変わったその井口中へ持っています。育英の方に余裕が出てきました ね、 そうですね。ですから周りが見えるようになりまして、ボールが散り始めましたね、ですから藤岡も思い切ったクリアで大きくクリアして、まず陣形を立て直して、それからでしょうね。そうでしょうね、はい。スローインは育英高校になります。得点は3対0と前橋育英高校が藤岡高校をリードしています。6
1961年度の全国高校サッカー選手権大会の県大会決勝戦。さあ30分を切りました。残り時間はあと10分であります。後半の40分。ちゃんと前を蹴ってどこへ繋いでいくか。一旦キーパーへボールを返します。体勢を立て直します。これが前橋育英高校のゴールキーパー田中、174センチ70キロの体格であります。副長官もここから、ね、やっぱ落ち着いて、ね、行きたいですね。そうですよね、はいはい。ボールが繋がりません。逆に育英高校がボールを持っているんですが、こっちライン付近、スライディングタックルボールはこっちラインが出ました。スローインは育英高校であります。さあ少し育英高校の方が動きが止まってきたような感じ、なんとなくこう元気がなくなってきたかなって感じがするんですよね。うん、まだまだ時間あります。逆に育英高校が動きが活発になりました。しかしここでボールを取って、さあ縦にボールを出しました。このボールです。あー、これは激しいタックル、フリーキックになります。さあこういうチャンスですよね。そうですね、はい。ここから誰にどういうふうに合わせるか。上半身すみません。さあ思い切って出てくるかどうか狙っていきます。しかし相手の番が上がった。及川が動いていきます。あっと狙っていったかどうか。動画でした。もう一つこう決定的な面がね。そうですね、それでしかも育英高校もボールはガッチリ固めます。ついひじさん、はい、藤岡高校のベンチからはとにかくゴール前にボールを集めて1点返せというような指示が出されています。わかりました。とにかく0点で終わってはということで1点でも返せればということですからね。そうですね、まあ、小野監督その辺を抑えていったんでしょう。また点でも入りますとね、リズムが出てきますから ね、はい。特に中堅者の若いチームですから ね、 そうですね。また次のことも考えますと、やはり1点を取っていくということは先へ先へのいい形でいきますので ね、 そうですね、はいはい。やっぱり藤岡もねこのまま終わりたくないでしょうからね。そうでしょうね、はいはい。荻野監督その辺のところはもうおそらく考えているかと思います。じーっとこのボール向き見ています。ほとんど声も出しません。さあ藤岡高校はボールを縦に通していきたいと思うんですが、後ろから入りました。ちょっと足引っかかりました。フリーキックは藤岡です。これは早くやりたいですね。そうですね。さあ中野が出てきます。中野です。そして飯島に、あっと相手の選手当たってしまいました。ちょっとこれはボールつながりません。逆に育英高校がボールを持っていますが、新井へのボールをつながりませんでした。さあ中野です。前ですね、この小さいんですがね。そうですね、はい、スーッと投げていきます。今度はあえばということですが、11番の秋山もう一人絡んでいきたいですね。そうですね、はい、こぼれてもあれ育英の方に絶対取られますからね、はい。どうしてもこう同じ分を取りますと黄色のユニフォーム選手が多いですからね。あと一
1人2人いますと随分違うんでしょうか。まあ、また山口が持ちました。さあ、ここちょっとスピードを緩めてポイントをかけて中へ持ちながら、そして後半右サイド出します。そしてワックスと思い切って蹴りましたが、しかしこれは風でボールが止まります。逆に藤岡、飯島です。さあ、いいところ出ました。プロボールをどういうふうに持っていくか。ああ、2人、育英高校が2人の選手をつけてプロボールを外へ出しました。さあ、手元の時計は35分を経過しています。残りはあと5分でしょうか。残りはあと5分。現在3対0で育英高校が藤岡高校をリードしています。この3点のうち2点は7番の片田が得点を挙げています。そしてもう1点は13番の六井。育英高校は2年連続してこの県大会の決勝戦に出場しています。そして去年は前橋商業に敗れています。前橋商業に1対0で敗れています。58年にはやはり前橋商業と決勝戦を争いまして3対1で敗れています。そして3度目の決勝戦、61年、現在前橋育英高校が藤岡高校を相手に3対0と優位にゲームを進めています。リードされている藤岡高校は0点では終わりたくないと、なんとか1点を入れたいと、こういうふうな気迫であります。もし藤岡のバックローも押し上げないと、そうですね、ちょっと大変だと思いますね。さあ、いい感じでました。ここで出ていくか、ボールがつながるかどうか。しかしちょっとボールが流れてしまいました。まだボールはつながりますかどうか。育英高校です。アローの片田、片へ通します。岩田のしかし藤岡荒井、キャプテン、国体先発の選手です。よくボールを持ちました。さあ、ここで中を入れます。バックスクリアしますが、どうでしょうか。まだボールは育英高校です。一旦リターンしてスーッとボールの中に入れます。そして持ってきて、7番の方がゴール前にいますが、中野がこのボールを蹴り出しました。13番の飯島にボールがつながるか。さあ、スーッとボールを抜けます。飯島が足があるだけに面白かったですが、しかし、そうですね、遅いですね。はい、上の4番小林が向こうのタッチラインにボールを蹴り出しました。残り時間がほとんどありません。藤岡どうか、中野のシュートは相手足に当たりました。さあ、ここで育英高校はメンバーチェンジを行います。11番の福田に代わる6番の高であります。高です。11番の福田に変えて方が出ます。1年生であります。さあ、ゴール前、藤岡どうするか。ああ、シュートをしましたが、11番の秋山の左足タイミングは合いませんでした。育英高校も福田を引っ込めてきたということですね。そうですね、14番7を入れた、引っ込めたということで、どうやらもう先のことを考えているようです。そうですね、はい、余裕があります。経験させようと、ね、そうですね、はい、後半の40分も手元の時計ではすでに1分を切っています。現在3対0で育英高校が藤岡高校をリードして全国大会初出場に大きく近づいています。藤岡高校が1点を返せるかどうか、左サイドの方から攻めています。藤岡高校、紫のユニフォーム、一方の黄色に黒の縦縞、前橋育英高校、現在3対0とリードしています。藤岡高校をリードして後半の40分、もう残り時間はほとんどありません。
このまま押し切りますと育英高校の初優勝初出場が決まります。さあ主審の中野さんが今時計を見てホイッスルが吹かれました。試合終了。育英高校全国大会初出場を決めました。3対0。試合が今終わりました。ついに育英高校が念願の優勝を成し遂げました。3対0。素晴らしい育英高校の初優勝、全国大会初出場であります。